どうも、大曲がときフィルムのヒロです。どうも、今僕一人なんですけれども、昨日ですね、とある一軒家に、行きまして、心霊現象が非常によく起こる家だということで、実際中に入ったら、心霊現象どうこうの前にですね、家の状態がとんでもなく異様な状況になっておりまして、それについて、ですね、元住人の方に話を伺ったんですけれども、どうやらその異様な状態のすべては元住人の方がやったことだと、それも心霊現象から逃れるためにやったことであって、最終的にはですね、逃れられなくて、自分でね、最終的に首振りをしてしまう直前まで行ってしまった。その途中で我に返って逃げるように家を出たというような経緯がある家だったんですね。で、昨日はですね、ちょっと下見というかですね、ぐるっと家を一周して、戻ってきたわけですけれども、やっぱりちょっといくつか気になる部分だとかっていうのが僕の中であったので、で、今日トモさんも T さんも残念ながら夜勤週なので僕一人なんですけれども、今日もう一回今から行こうと思っております。元住人の方の許可を得てですね、一日今日泊まってみたいと思っております。で、一つ懸念としてですね、元住人の方にも聞いたんですけど、あの家に今でも出入りしてる人間がいるかどうかっていうのも、ちょっと映像が出るかわかんないですけど、僕がですね、最後その家から出て行こうとした時に、僕のものではない靴が玄関に置いてありまして、長靴だったんですけど、もしかしたら僕がいる間に誰か入ってきてた恐れがあると。で、それを元住人の方に聞いてみたんですけれども、当然心当たりがないと。今日また今から行くんですけど、もしその靴があればですね、警察を呼びます。不法侵入をしてる、僕はね、許可を得てますんで、ない場合は、昨日僕がちょっと失敗したなというのが、鍵をかけてなかったんですよ、入ってからね。なんで今日に関しては、入ったら鍵をかけて検証をしようというふうに思っております。で、今回のこの1日宿泊検証で大事な部分が2つほどありまして、まず、正直に申し上げますと、元住人の方の精神的な問題っていうのが起因して心霊現象になっているのではないかという部分と、あとはですね、ちょっといくつかまだ僕の方でチェックしきれていない部分、神棚ですとか、カセットテープとか、その辺をチェックしきれていないので、その辺を現場にて検証というふうにできればというふうに思っております。じゃあ、行きます。靴ないですね。すいません、すいません、ちょっと今日鍵ちゃんと閉める。あれ、こんな臭かったっけ。なんか昨日より匂いがかなり強くなってる気がするな。お願いします。くせ、またちょっと前回は夕方だったんですけど、やっぱ夜は夜でさらに気味が悪いですね。はい、では、本日泊まる家の中に入りましたんで、ちょっと準備をしていきたいと思います。おそらくこの場所、このリビングの場所が今日寝る場所になると思うんで、枕と
一応毛布持ってきました。まあ1日だけなんでね、これでなんとか今日しのぎたいと思います。定点用の三脚一応出しとくか。臭いな。明らかに前回よりも匂いがきつくなってるような気がする。わあ、ちょっともう入って早々なんか声聞こえるな。今時刻は、夜10時を回っているので、まあ本当にね、もう寝るだけ。またちょっとこの家をぐるぐる回ったりして気になる部分を見て回ったりして、まあ本当寝るだけになると思います。元住人の方に今日連絡を取っていて、で一つ気になることを言っていて、床下収納見ましたかって言われたんですよ。で僕昨日見てないんで、何があるんですかって聞いたんですけど、また今日行くんであれば見てみてくださいってことだったんで、何があるって教えてくれなくて、ちょっと先にそれをまず見てみたいと思います。キッチンの方の床下収納、なんかありますね。なんか汚い。あ、臭い。なんかカビの匂いするよ。ゴミ。うわ。これ、わかりますね、何か。床下収納からですね、ロープが出てきて、おそらく元住人の方が作ったもの。元住人の方が一心不乱に作っていて、で、はっと我に返った瞬間に、まあ、この家を出たという話なんですけど、おそらくその時のロープですね。これを床下にしまってた。元住人の方はこのロープを作った次の日に2階にベランダがあるんですけど、ベランダの柱にこっちの先端をくくりつけて、こっちの輪っかになってる部分を自分の首にかけてベランダから飛び降りようとしたらしいです。普通ではないですよね。本当絞首刑みたいな状態になるわけじゃないですか。でも元住人の人はそれを考えるともうワクワクしてしょうがなかったって言ってました。その時は一心不乱にこれを作ってた。じゃあ今からですね、まあ昨日も見たんですけど、改めてこの家を一周ぐるっと回ってみたいと思います。
明らかに昨日よりも匂いきつい。あ、ちょっと神棚見るの嫌っすね。よいしょ。お風呂が一番狂気的なんですよ。じゃあ2回行ってみます。相変わらずジメジメしてる。なんかうめき声みたいに聞こえるな。昨日来た時にね、ちょっとこの襖が勝手に閉まったような気がするんですよね。上にいるときに下に誰かいるような気配というか音が聞こえて、上にいるときに下に誰かいるような気配を感じてすごく嫌。それではですね、昨日あんなもん置いてあるからだろうけど、本当に浴室の方が気味が悪い。向こうからなんか声がする気がする。昨日気になったんだけど、ちょっとできなかったことを一個ずつやっていきます。これ2本のカセットテープがあるんですけど、これは玄関にラジカセが置いてあるじゃないですか。で、そのラジカセがなぜか玄関の外に向いていて、元住人の人曰く悪霊から身を守るためにこのテープをラジカセで流してたって言うんですね。で、そのちょっと中身をね、聞いてみたいと思います。なんとなく見当つきますけど、やっぱり予想通りお経ですね。お経が録音されてます。ちょっと待って待って。お経を一緒に唱えてる声が聞こえるんだけど、家の中から。ちょっと待って、めっちゃ怖い。いや、このテープのお経に合わせて一緒に唱えてる。ちょっともう一回流しますよ。一緒に唱えてる声聞こえるわ、家の中から。こっからじゃないもん、この音以外から聞こえるもん、声が、お経の声が。再現しよう。これを流した状態で寝てたらしいです。ちょっと待って待って、怖い怖い怖い。
声変わってね、なんか怖えよ。ちょっと一回落ち着こう。何か何か、ダメだ、このお経のテープなんか2個とも濡れてたんですけど、なぜか多分それのせいで歪んでて、音がちょっと非常にめちゃくちゃ気味の悪いものに変わっちゃってるんで、ちょっと精神的にきついっす。いや、僕きついな、ちょっと別に何か起きたわけじゃないんだけど、異様すぎて。こんな声じゃなかったよね。いや、そうだよ、ほらこの声が普通なんだ。ちょっと無理だ、ちょっと怖い。なんかちちゃちちゃ、やばい、ちょっと落ち着こう。これ朝までいられるかな。ちょっとね、今日他にもやろうと思ってたことがいろいろあるんだけど、ちょっとかなり険しい道のりになりそう。今からやるのはですね、元住人の方は、この和室でもたびたび怪奇現象に見舞われてまして、でそれがどんなものだったかというと、空中を浮遊する人影を見たと言っています。でその姿がまるで薬をしているかのような姿で、左右にゆるゆる揺れながら足をバタバタもがき苦しむような姿だったと言っています。でその人影が元住人の方の耳元で、お前もやってみろと囁いてきたと。まあそれが正直幻聴なのかどうかは定かではありませんが、その言葉に導かれるように元住人の方同じようなことをしようとしたと。一心不乱に首吊りのロープを作る。最終的にこの窓から首にロープをかけた状態で飛び降りようとしたらしい。でその人影っていうのが今何もないんだけど、この仏壇があった場所、当時まだ仏壇があった時にここに吸い込まれるように消えていったと言っています。この観音開きの戸の向こうに人の気配を感じる。なんか聞こえる。ちょっと下からなんか聞こえる。いや外じゃないよな、わかんない。え、なんか聞こえるよね。こいつだから、まあ、確かにこの家あの川が近いんで外は川の音聞こえるんですけど、さっきから聞こえたっけ。やんだ、ちょっと待って、しまった。
んか、聞こえない。なんか、聞こえる。まさかとは思うんだけど、ちょっと待ってしまってるよ。なんかね、ちょっと待って、昨日もあったんですけど、閉めた覚えのないとこが閉まってるっていうことが昨日もあって、これ今映ってないかな、この画角映ってないのか。あれ閉めてないよね。よし、まあとりあえずちょっともうやることやって今日も寝よう。ちょっともう時間もどんどん遅くなってきちゃう。僕気になることがあって、ちょっと、きつい、線を抜いてみます。線を抜きます。もちろんこれは元住人会にも許可を取ってますんで、なんだろうな、なんか宇治みたいなのがいいな。宇治みたいなのが沈んでるんですよ、虫の死骸。元住人の方もこれに何か意味があるなんて思ってないみたいなんで、本当におかしくなってた時にやってしまった衝動的な行動だと、そう言っています。無事だよな、やば。うわすげえな、ちょっと待って、これ映せんな、これ無事だらけだ。あー気持ち悪いなんかすげえ音鳴ってる。うちで詰まっちゃうんじゃないかな、これ。うっ、やば。そこもうちだらけだ。すりゃ。あの人、助けてきた。ちょっとね、これで1個だけ本当に確認したくて、あ、詰まっちゃってんだ、これ全部牛。うわ、なんか髪の毛みたいなんだ。ちょっと待って、なんか髪の毛あるわ、見えるかな、奥。ちょっとモザイクかけるから僕の方だけで確認します。これ全部うちなんだけど、あーきつい、中には何もない。いや、ちょっとそれを確認したくて、ご神体っていうのかな、あの髪棚の中にご神体っていう
神様の、神様のとかお札とかうまく本来入れるんですけど、それは幸いに入ってなかったですね。まあ、流れたってこともないだろうし。なんでこの虫が。正直、その今、この家のことに関して、元住人の方にいろいろ話を聞いてみたくても、やっぱりまだ、どこかですね、精神的に参ってる部分というか、完全に回復はしてない状態なので、支離滅裂な部分があるんですよ。だから、状況がつかめない。今思ったんですけど、僕さっき上でさ、仏壇があった場所にいたじゃないですか。で、その時にさ、水の音がしてさ、もう本当に気づかなかったんだけど、僕、外の、これ家から出ると川の音がするから、川の音がシーンとなってるから、今、たまたま聞こえたんだと思ったんだけど、水流してから言うのもなんなんだけど、神棚の風呂の水の音じゃないよね。本当ね、常に気配はするというか、なんか本当この元住人曰く、まあ、結界、まあ、こんなものに意味があるのかどうかさておき、やっぱりこういう場所にずっといるとこの結界の向こう側に気配を感じて、そこからじーっと監視されているような錯覚を覚えます。今も足音してるもんな。ここはね、結界の外からこうやって覗かれてるような。はい、では次なんですけど、もう最後これやったら寝ます。これですね、もう一本のテープで、元住人の方に話を聞いたんですけど、こっちは使用済みらしくてですね、このテープについてもともと聞いてもいいかっていう話をした時に、使用済みじゃない方ならいいっていうことだったんですよ。要はこの使用済みって書いてある方はもう使った後だから、最初はですね聞いたらいけないってこと言われてました。ただその理由がですね、本当にまた支離滅裂でよく分かんなくて、最終的にはですね、完全に自己責任、聞いても責任は取らない、何があっても知らんっていうことで、一応聞く了承を得ましたので、で言っときます。ちょっとこれは本当に無責任かもしれないんですけど、僕も今からこれ初めて聞くので、おそらく中はさっきみたいにお経だとは思うんだけど、中に、どんなものが録音されてるか分かんないし、責任は取れないということで、それでもよければ一緒に聞いてみましょう。これもね、濡れてるんだよね。ちょっとなんでか分かんないけど、やっぱお経ですね。さっきと同じかも。やっぱりテープがかなり劣化してますね。
多分テープが伸びてるんでしょうね。何回も何回も何回もおそらくこれを使ったんでしょう。まずなんか寒くなってきたな。なんかすごい寒いんだけど。ちょっと鳥肌がやば。ちょっと待って。寒気がすごい。終わったんだな。街中？布落ちてんだけど。いつ落ちた？え、おっ、ちょっと待って。どうしたんだっけか。忘れただけだ。びっくりした。でもなんか心なしか浴室の水を抜いたら匂いがちょっと若干薄くなったような気がします。ああ、本当トムさんにやらせればよかったな。電気消すか。ああ、怖え。もうそっち何もつってないよね。このカメラの明かりだけで部屋がぼんやり照らされてるのがちょっと気持ち悪い。ダメだ、ちょっと目を閉じるのが怖え。無理だな。はあ、ちょっと寝るの無理。分かってたけど。さとこさん。
佐藤さんって言ってる。人の名前。さとこさん。今ハワイってハワイって聞こえてるね。もうちょっとこのまま朝迎えます。あと数時間なんで。